忍者忍術とは、日本の室町時代頃から、戦国時代の諜報活動や窃盗に関する技術や、窃盗や諜報活動への対応法の総称である。諜報活動の際に必要となる技術や、各種の武術なども含まれる場合がある。一万川集会、聖を指揮等の忍術書においては、情報収集のため相手方へ忍び込むための技術、などが記述されている。 室町幕府と戦った、高河流や、徳川家康の家来、服部半蔵の伊賀流が有名である。上記のように、忍術は戦闘技術も含んでおり、押しぐ、おし器と呼ばれる独自の用具を使用する武器術もある。ただし、記録に残る限り忍術に専門的な武器術や体術が含まれていたとすることには疑問点が多く、実際のところ、特に江戸時代以降は、 心得や簡単な武器使用法のみで、本格的な武術は、武術流派から学んでいた可能性が高い。また、単に忍び込むだけではなく、生きて、使命の完了を報告するまでの術が忍術であり、武術のみならず宗教学、兵法、心理学、生物学、医学、薬学、物理学、天文学、気象学など多様な領域を含んだ総合的な、 生存術であると位置づける研究者もいる。また、武術流派には、忍術に類する技術、知識が多くの流派で、外のものなどと言われて伝承されていた。場合によっては忍術そのものを含む場合もある。現存の流派では、カトリ刀流や東北伝、野牛新岩流、倉間陽新流に忍術が含まれている。ただし、カトリ刀流では主に盗人、 情報への対応策を、野牛心眼流では、戦時の情報収集を、倉馬養心流では、呪いの類を忍術と呼んでいるようである。授業内容は不明であるが、陸軍中野学校1期生の卒業報告書の発見により、同校で、剣術、柔術などと並び忍術が単位にあったと分かった。しかし、ここで述べられているような類の忍術であるかは、不明である。 忍術の現代での一般的な意味では、忍者が扱う特殊な技術のことである。忍法とは、同義語となるが、忍法は、フィクションの世界においては、妖術、戦術や気候にも似た、人間儀とは思えない数多くの術を意味する場合も、ある。しかし、忍術はあまりこの意味を含まない。北斎漫画。1814から1878年ここでは、忍術に使用される。 様々な技術を紹介する。敵と対峙した際に使用するおむね武士や侍が使っていた柔術や剣術と変わりないと考えて良いが、忍者特有の技術体系や武器術も存在する。忍者は情報収集を主要な任務とするために敵を殺すよりは負傷させ、闘争のための隙を作る際に武術を使用することが多いとされている。そのため打撃や剣撃を入れた後、普通は 追撃をするところを目つぶしを巻き逃げるなど、普通の武術にはない技の繋がり方を持つ。体術、または、柔術相手の各種攻撃を避けるための入り身や転身、受け身といった素早い体裁きのほかに、柔術や憲法などを含めた総合的な肉弾戦に用いる格闘術を用いる。この動きを基本として、剣術や各種武器術を計算する。ジャンプをする、飛びつくなど、 上下の動きや意表をつく技が多い。剣術主に忍者刀を使用した剣術を使う。または隠しやすい小刀、脇差しなどの小さい日本刀もよく扱われる。通常の日本刀も転用する場合もある。状況によっては棒、長巻き、薙刀、眉と刈り刀などの長物も扱う。手裏剣術手裏剣や区内を投げ遠隔より、敵を負傷させる。手裏剣や、 区内単体だけでは致命傷とならないが、手裏剣薬内に毒を塗ることで殺傷力を上げる使い方もできる。中にマキビッシュを投げつける場合もある。闘争用に手裏剣薬内が使用されるのが定説である。しかし、手裏剣薬内は投げた後は極力回収するという説が存在する。それは、手裏剣薬内の形によりどこの集団であるかといった、 情報がバレることにつながるためなるべく敵に存在を知られたくない忍者は回収するという説である。よって時代劇のように無意味に投げっぱなしはしないと思われる。また、手裏剣や薬内を手に持ったまま鋭利な武器として直接使用し的に攻撃をすることもする。実際のところ忍者の武器として手裏剣が有名になったのは明治末から昭和初めにかけてのことで、それ以前は 手裏剣というと、一般的にも某手裏剣を指し、特に忍者の武器というイメージはなかった。徳川吉信など手裏剣の稽古を行っており、武士階級の武術である。有名な万戦集会にも手裏剣の記述はない。休日球道や休日とは違い半球という小さい弓を使った休日である。通常の弓を使う場合もある。釜術釜は日本の農具で、 一般的に入手が容易である刃物であり、農民として行動する際に携帯していても不自然ではない刃物である。その鎌を使用して行う武術である。釜術から派生して二丁鎌術や鎖鎌術が存在する。ナタ術農民やマタギが使っていたナタを使用しての武術である。農民やマタギとして行動する際に携帯していても不自然ではない刃物である。 ナタは叩き切りをする道具なので、少し特殊な動作になる。また応用で斧も使われる。武器術と手裏剣、区内以外の武器を使う武術。ここでは、おしぐや暗器を使った武器を使う武術。例えば鍵詰めなどである。敵側の情報を収集したり、敵側に偽の情報を流行らす技術。忍者の一番必要とされる技術である。 標法と重なり合う部分も存在する。変装術情報を収集に役立てるため変装をする。これを忍術現象では、七か対出立ちこと、または七かという変装術が記載されている。諸国に偏在する、虚無像、を出家、山伏、商人、放火師、猿学、常の形である。常の形とは、町人や農民などその時その場では、一般的な人々である。 商人は行商人。放火士、猿学は諸国を渡り歩く大道芸人である。日本には昔は社会階級が存在し、それぞれの社会階級には、それぞれのしきたりや常識が存在するために、その常識がなければ怪しまれる。そのために服装を変装するだけではなく、しきたりや常識を身につける技術も含まれる。心理術人間の心理を扱い情報を。 収集しやすくする術、いわゆる心理学や心理戦を扱った技術である。侵入実情や建物に密かに侵入する際の技術。や、戦術簡単に言い換えると野山での戦闘技術やサバイバル技術である。野山で食料調達、水調達、法学調査等の野山で生き残る技術である。主に毒や治療薬や火薬を製造したり改良する技術である。 多くの忍者は地方で情報収集をする際に薬売りとして回っていたという説があり、自ら薬を作り売り歩くにも必要な技術である。栄養が高もな携帯食や非常食となる食べ物を作る技術。具体例としては氷楼丸、水葛丸や味噌団子である。芸事である。書位、茶道や華道などの分野や軽技などがある。情報収集や 潜入行動などの情報活動にも役立つ。伝統芸能作動やレンガ、俳句、歌道などの伝統芸能である。江戸時代には鬼庭番が町人に変装して区会など趣味児の集まりに参加して情報収集を図ったことが、旧字指紋録に鬼庭番からの聞き取り記録として記載されている軽技いわゆる曲芸である。大道芸人として変装するときに用いる。 手品大道芸人として変装するときに用いる。日本の手品は、和妻と呼ばれ、現代のカップボールに相当するものなどがある。標法とは、戦術や情報戦の技術である。情報収集術と重なり合う部分も存在する。呪術とはまじないによって、国旗心を起こす、錯覚を起こさせるようなトリックやフェイクを用いて、目前の敵型を混乱させる、物理的に、 大威力のある兵器を、こっそりと敵型に分かりが太陽に用い殲滅する、など。また、古来から信じられている、迷信的な呪術も意味する。その他十三防術など、天体観測の技術を使い方角や時期を知る、作戦結構時の天候を知るために、気象条件を読む技術を応用し、標法、戦術の条件を立てるための頓行とした。忍者八門とは、 初見義明が教授する武神館の都学支流のみが主張する忍者になるために、基本となる8種類の必修科目のこと。忍者18型というものもある。わかっているだけで、日本全土に忍術は49流派も存在したと言われている。ただし、以下の流派の出典にも誤りがあるため、必ずしも忍術の流派ではなく、 剣術や柔術に含まれる外のものなども含まれている。謙存する流派で有名なものに、元都学士流の武神館がある。東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国、四国地方、九州地方他にもある。天津聖殿、香取新東流、野牛新岸流、東北伝南方派都学士流、古賀流伊賀流、山田雄二、忍術書に見る病気治療、小山里子編。 全近代日本の病気治癒と呪術 P240 厳密には外のものは忍術ではない。詳細は外物の書類の方にも記述しているが、流派によっては馬上残豪や気球の際の対処法が主であり、逸話書に至っては外のものとはなぎなたややりを言うとしており、流派によって解釈が異なる。陸軍中野学校忍術教えた。 一規制資料で判明。読売新聞2012年6月18日。忍術訓練を暗殺者と誤報。ロイター通信に有罪評決。イラン裁判所。アフプブニュース。http w w w a f u b ブ .com アーティクルディザスターアクシデンツ。クライム、クライム、290万4996。 96137712012年10月4日へずらん。ありがとうございます。